今日はJGTO の会長にも青木さんにも来ていただきまして、このハイアットリージェンシー東京ベイのプロアマということで、うん、まあ本来はアクプロもプレーをやりたかったんですけど、ね、そうですね、はい、ちょっと自分のあれで肩手術してますけど、はい、まあこういうこんな時期ね、そうちょっとあいにくの天気ですけど、そうですね、まあもうすぐ JGTO 開幕ですけど、そうですね、今年なんか選手に期待することとか、やっしぱり今ね20代前後の人たちが出てきてるんで、はい、その人たちが早めにね、はい、スタートしてくれたら、ベテランだとかそういう人たちが焦るんで、なるほどなるほど、そういう展開になってくれたらいいなと、まあ、若手に早めにバンと上に行ってもらってですね、まあでも本当に世代交代も徐々にこうなんかこう僕が見てて若い子たちがどんどん出てきてて、うん、やっぱりベテランの方たちもこのままじゃあかんぞっていうような今図式にちょっとなりつつありますけども、そうですね、それやっぱりねベテランはもう試合慣れしてますから、はい、新しい人たちが、はい、逆にね、はい、ビビっちゃうんだよね、ああなるほどなるほど、経験がないから、はいはい、そういうのはもう無視して、はい、女子みたいに、はい、若い人たちはあそうなのみたいな感じでなるほどなるほど言ってほしいんだけど、ね、なるほどです、まあ、そういう期待を持てます、はい、まあ、もうすぐ開幕ですね、今年も、はい、楽しみにしておりますんで、はい、今日はどうもありがとうございます、よろしくお願いします、皆さん見て、はい、あこの人っていう不安を作ってほしいな、そうですね、今日全部の選手の撮影をさせていただきますんで、あそうですか、一人でも多くのファンがつけられるように私たちども頑張っていきたいと思います、はい、はい、皆さん撮影するのも寒いんですけど、はい、風邪ひかないように頑張って、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、ということで青木サプロでした、どうも。内藤は一言、はい、今年に向けて、今年に向けてですか、はい、まあ、今日はちょっと会いに行きます今日はね僕結構共通の知り合いが多くて、僕今日会うの初めてなんですけど、はい、噂は金がね、 ありがとうございます、はい、めちゃくちゃいい選手だから三橋君応援してやってくれっていつも言われてたんですけど、いや僕応援するような立場じゃないんですけど、はい、今日は三橋 TV の撮影で、はい、ちょっと一言だけ、はい、なんかこうゴルフ始めてから、はい、これだけはずっとやってるような練習があれば、やってる、はい、まあ、どんなにこういろいろ考えながらでもこれだけはちょっと基本としてやっているようなことがもしあれば何かありますか、ずっとやってる、例えばよく片山慎吾さんがこう片手打ちとかあるじゃないですか、はい、そういうことを結構真似してやってみるんですけど、はい、意外と僕続かなくてそうなんですね、はい、だからいろいろ自分なりに考えて、はい、まあ、見よう見まねで、なるほど、いろいろ試してます、僕は。わかりました。はい、まあ、今年もちょっと期待してますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。頑張ってください。行ってきます。行ってらっしゃい。部屋とても綺麗で、はい、素晴らしかったです。そうですね、都内から行くよりはここからの方が立地もいいと思うんでいいと思います。昨年初シードを取ったので今年は初シードだけではなくて初優勝できるように頑張ります。じゃあ、初めまして、三橋と申します。ちょっと一言。頑張ります。できるだけ楽しんで。なるほど。なんかすみません、せっかくなんで、はい、アマチュアの方にこれだけやっとけばゴルフ上手くなるぞってなんか秘訣があれば一言。むしろもしくはプロがずっと堅くなにやり続けてる練習とか何かありますか。最近意識してるのは、はい、多分皆さん大きくこう素振りも大きくただ振るだけな感じだと思うんですけど、はい、そのインパクトにどういう形で当たるかっていうのをちょっと時間をゆっくりこう見るようにして、なるほど、どういう形で当てるかっていうのを気にすると、はい、上達するスピードってすごく上がるんじゃないかもしれない、まあ、結局インパクトが一番大事ですもんね。そうですね、はい、
僕あの稲見モネと同じ練習場なんですけど、はい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 、モネはすごいインパクトの周りをすごくやっぱり気にして練習してて、なるほど、そういうところを勉強させていただいてます。なるほど、ということでもやっぱりインパクトがもう一番大事ということで、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。いつも普段泊まれないようなとても綺麗で、あのこういうホテルにいつも泊まれるようなあのいいプロゴルファーになりたいなっていうふうに思います。今年は、まあ、もちろんシードはもちろんですけど、ツアーで、初優勝できるように一生懸命頑張っていきたいと思います。今年僕も実はチームテーラメイドになりまして、あの見ましたよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、新しいクラブは。新しいクラブもやっぱりいいですよね。あ、プラス、はいはい、プラスの 10.5 度です、はいはい、あ、10.5 度、はい、なるほど。僕も今9度から 10.5 度に変えようかと思ってるんですけど、9度だと結構ハードじゃないですか。結構ハードです。スピン入らないんで。入らないですよね、はい、ということで 10.5 度に僕も変えます。どうですか今年の調子は。今年はだいぶティーショットが良くなってきて。あ、本当ですか、はい、あとパターだかなっていうか。なるほど、なるほど。せっかくなんで、あのアマチュアの方たくさん見てるんで、はいはい、なんか一言ワンポイントアドバイスとか、もうこれだけやっときゃ上手くなるぞみたいな。そうですね、はい、でも合う合わないあると思うんですけど、はい、体重配分ですかね。構えた時の、構えた時の体重配分がやっぱりあのどうしても動きすぎる人が多いかなと思うので、はいはいはい、僕なんかどっちかといえば少し左軸にして、もうそのままもうインパクト最初に作っとくみたいなイメージですか。そうですね、その感じにしてると。なるほど、なるほど。うまくいくっていうか、まあ、アプローチにもつながるかなっていうふうに思いますね。わかりました、はい、早速やってみたいと思います。ありがとうございます。またなんか多分どっかでお会いすることになると思うんで、はい、またいろいろ。こちらこそとんでもありません。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ナイス。ナイス。はい、今年32歳になります塩見幸喜です、東北福祉大学出身にですね、高校は埼玉栄高校でした、ここのホテルに入ってきた感想、まず綺麗ですよね。で、部屋に入って机の上を見たらイチゴが並んでて、もうすぐ食べました。美味しかったです。ありがとうございます。今年の抱負はですね、僕自身、去年、シード権を落としてしまったので、今年は下部ツアーの方でが主戦場になるんですが、そこでまあ、早く1勝して、どんどん後の試合に、つなげていければなっていうふうに思ってます。そうですね、今年は、下部ツアーですけど、来年は、レギュラーツアーでしっかり活躍できるように今年は頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。